はいどうも陽介です。おはようございます。さあ届きました、ドン。シンガポールからのお届け物です。今回 GoPro 新調しました。サブスクプランで購入したので海外からの発送でした。注文してからは4日ほどで届きましたね。サブスクプランに入るとアクセサリー関係もお得に購入できるのでいろいろと買っちゃいました。まずはこちら GoPro Hero 10。 いやかっこいいっすね。もう箱からしてかっこいい。もう開けるのがもったいない。開けるけど。そしてここからピントがちょっとずれていて申し訳ありません。お次がメディアモジュラーですね。 3way2.0 デュアルバッテリーチャージャー、エンデューロバッテリー、マイクロ SD カード。それでは早速開封していきたいと思います。ペリペリペリ。立派なかっこいいケースに入っているのでケースを買う必要性もありません。ご対面。おーかっこいいな。かっこいいっすね。さあ中身は、バッテリーとマウントアダプターとベースマウントですね。ちょっとカーブがかかってるのでヘルメットとかね、丸みを帯びたものにつけるタイプとなっております。そしてネジ、タイプ C の充電ケーブル、ステッカー兼説明書ですね。ちょっとマット感があってかっこいい。そして分厚い説明書、中身はいろいろなね国の言葉で書いてありました。それでは早速フィルムを剥がしていこうと触っている時に感じました。この子めっちゃでかい。もともと GoPro Hero 6を持っていたんですけども、それと比べるとでかっ。一回りまではいかないですけども、やっぱりこうやって見比べてみると改めてでかさがわかりますね。 GoPro Hero 10の方はもうなんていうの、コンデジみたいな、ちっちゃいコンデジみたいな感じですね。でも可愛いな。先ほど入っていたステッカーには簡単なね、充電方法などの説明が書いてあります。ここですね、ここの出っ張りを下げて開けるとマイクロ SD カードとバッテリーが入ります。ちょっと硬いです。デュアルバッテリーチャージャーを使って充電していきます。まあ中身はバッテリーを2ついっぺんに充電できるものが入っているだけです。まあ、スペア1個ついてます。こんな感じでね、充電します。うん、まあなんてことないですね。しっかり刺さるので、まあそう簡単にスポッて抜けることはないです。こんな感じの見た目でちょっと可愛い。旧型と比べるとこんな感じ。そしてエンデューロバッテリーですね。こちらは色が、白黒です。バッテリーの性能がかなりアップしているので、もう全部これつけてほしいですよね、できれば。まあ細かい設定はね、まあ他の配信者さんがいろいろやってるので、とりあえずこれ持ってスノボ行ってきます。素人が撮影してみてどれぐらいの感じになるのか乞うご期待でございます。頑張っていくぞ、行ってみよう。さあそれでは早速映像を見ていきたいところですが、いきなりの揺れポイント、リフトでの柱、全く揺れない。それでは改めて撮影した設定を見ていきましょう。画質 1080p60fps、 レンズリニアプラス水平維持、ハイパースムースはブーストとなっております。動いて撮影しているところを見ていきましょう。いやもうあからさまにすごいですね、手ぶれ補正。
あとなんといっても水平維持が強すぎます。スノーボードとかをしているとどうしても腕がちょっと斜めになったりとかしてカメラが傾いてしまうことがすごく多いんですけども、ほとんど水平を維持してるんですよね。これには本当にぶったまげました。マジでスタビライザージンバルいらずですね。お次は自撮りをしているところを見てみましょう。どうでしょうか。めっちゃ揺れてますよね。これは GoPro Hero 6で撮った映像です。やっぱりターンをしたりとかするときにどうしてもこう体が傾くので映像も一緒に傾いてしまいます。お次は GoPro Hero 10。画角は違うにしても水平維持が半端ないですね。多少の手ぶれはあるにしてもほとんど水平を保っています。昼間の撮影でも特に変わりもなく、とにかく手ぶれ補正はやばすぎます。本当にすごいと思いました。素人の僕たちでもこんなにヌルヌルの映像が撮れるなんてすごいぞ GoPro Hero 10。追い撮りをしていてもこんな感じなので、ほんと誰でも簡単にそれっぽい映像が撮れますね。これはただ一つ気になったのがこういう寒い場所でのバッテリーの消費量ですね。ノーマルのバッテリー、今まで売っていた普通のバッテリーだと消費量がえぐいです。本当に一瞬でなくなります。今回使用したのは新発売のエンデューロバッテリーというバッテリーなんですけども、こちらはねすごかったですよ。1日の撮影持ちましたね。まあそんなにたくさん撮ってるわけではないんですけども、夕方ぐらいにちょっと心配になったぐらいで、うん、結局バッテリー交換一応しましたけど1回ほぼ持ちました。ただ今回撮影したのが 1080p なんですよね。それでこれだけバッテリーが持ちました。 4K 撮影になるともうちょっとバッテリーの減りは早いかと思います。そんなに画質にこだわらなければ 1080p でもいいんじゃないかなって思います。自分は十分綺麗だと思いました。寒いところで力を発揮すると言われているこのエンデューロバッテリー、バッテリーの性能がもともとアップされているので普段使いにも絶対こっちのバッテリーの方がいいです。これは本当におすすめします。むしろ初めからこっちのバッテリーをつけといてくれって思いましたよ。絶対に買った方がいいです。そんなわけでざっくりまとめると、素人でも簡単に撮影できる設定はレンズをリニアプラス水平維持、ハイパースムースをブーストにすれば Vlog からおしゃれなかっこいい映像まで簡単に撮影ができるかもです。皆さんも素敵な思い出を GoPro で残してはいかがでしょうか。以上、陽介でした。またね。